えい、毎度、平田津でございます。ただいま、高山市、これは久保野だな。はい。久保野走っております。まあ、これからね、宮峠に差し掛かる、ちょっと前かな。うん、まあ、このトンネルでもうね、なんだ、丸平山トンネルかな。まあ、ここがね、やっぱりね、撮影の目印かなと思って撮り始めております、ね。まあ、宮峠といって昔から国道41号および JR 東海高山本線の難所でございまして、うん、この地域で一番高いところになるかな、うん、こんなところです。ただ国道は近いうちにトンネルでね、トンネル突き抜いてね、峠をね、峠の代わりに高低差なくすんかな、でヘアピンカーブをなくそうってしてるらしいですけど、高山温泉は昔から宮トンネルっていうトンネルで行ってるからね、そこがやっぱり違うかなと思います。まあ東海北陸自動車道ができた今となっちゃ、うん、競争にならんじゃならんですけど、ただ遊んでも中津川からずっとね、国道257かな、それで行く人にとっては、そこから高山に向かう人にとっては同胞かな、うん、ですよ。まああと何年先かまでは僕は分かってませんけど、この峠道はね、取れるのもそう長くはないなって思っております。 500m 先工事中、もうここ工事現場が出て、工事現場っつうかね、掘ったて小屋があったの、移動式プレハブだな、これはプレハブあるので、まあ本格的な工事はやってるはずです。あと 200m100m、 もうちょい登っていくとね、ああ見えてきた、白いコンクリが見えて、そろそろこの辺が工事中かな、一応、これは左を寄っとかんとあかんな、電気自動車僕あんまり飛ばさんで、言っときます。この柵の左側がね、もうだいぶね切り通しというか、あー、トンネル見えた、こっからね、高低差なくて、でヘアピンカーブもなくそうってしておりますよ。この辺もでもね、ほんと昔と思うと喋れましたわ。昔はちょくちょくドライブインとか販売所とかあったんですけど、今だいぶ閉めちゃったな、閉めて中には取り壊れて姿も、なくなってますんで、で途半車線もうちょいで終わりです。もうこれで峠越えるとね、反対側が途半車線になるんですね。この道は何度も通ってますんで、もうスラスラスラーって言えちゃいますけど、スズラン高原、別荘地ゴルフって書いてありますが、前スキー場もあったんだな、野麦峠、野麦峠ってね、教科書にもね一部分だけ見たかな、小中学校で、はい、これが最高場所、最高標高宮峠、これ越して高山市一宮、第一の目安ね、いわゆるこれより3キロ急な下り道 6%、 鉄道でいうと 60% 見るかな、薄い峠は確か 66.7% 見るだから、それぐらいの坂ですわ。ここからね、電気自動車の場合は回生ブレーキ、電力回生でね、だん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 順応されていくんですよ。ですんでね、道の駅、なんや、道の駅、渚だ、道の駅渚の充電器は 80% 止まりに設定されているのも、回数ブレーキを効かせるように言って入るだと思います。まあその前にちょっと登ってますんで消費はされるんですけどね、まあここでね、位置エネルギーを電力エネルギーに変えるということで、それでやっぱりね、なるべく多く充電されてるとね、回生できませんので、
ブレーキだけになっちゃうんでもったいないです。そういう意味でもエコロジーな配慮だなって思います。この先急カーブ減速、こういう時ね、もう B モード、ブレーキモードにしておくと、うん、割と楽です。ブレーキ不満でもいい。アイブのね、いくら回数ブレーキあったところでブレーキ踏んじゃうとね、結構ブレーキの粉が出てね、ホイール汚なっちゃうんですよ。最近上げたタイヤ交換の動画でもね、ホイールの汚い様子をお見せしましたけど、そう考えるとね、ガソリン車の、ブレーキってもったいないなって思いますよ。まあエンジンブレーキとかトルコンブレーキとかありますけど、それでもやっぱ最終的に熱になっちゃって回数できませんから、しゃあないです。燃料カットとかあるんだろうけどね。間もなく見えてきましたって、これは工事現場だ。右手は売り切って書いてあるやつは、元ドライブイン高山で、昔大阪森林鉄道のトロッコ列車があったんですけど、その展示もね、ドライビングごとなくなっちゃいました。もったいないな、ほんと。今、左手工事中。これがね、トンネル出口になります、トンネル出口付近の道路かな、正確に。で、ここもね、わざと湾曲してありますけど、多分これも道の作り替えがあるんやろな。ああ、左手に新しいアスファルトが見えて間違いねえわ。看板ももう向こう行っちゃったし。つうわけで、左木の宮。交差点名は一宮って書いてありますけど、終わり一宮はの字が なくて、ここの左一宮はの字がある。そんだけの違いでございますね。ここを右曲がると、みなし神社、水のない神社と書いてみなし神社ですね、あったな、左一宮みなし神社ってね、看板が右手に見えました。ちなみにここはね、アニメの聖地にもなっておりまして、氷河、まあ、古典部とも言いますけど、小説だと古典部かな、まあ、あかん、忘れるな、俺も最近、年食ったな。ちなみに主人公、オレキ翔太郎は、やらなくていいことならやらない、やらなくてはいけないことなら、は手短にいいですから、そうやって言ったけど、やっぱりそのもう一人出てきたヒロインのチタンダイルっていう子がね、私気になりますと言ってて、気になることを発動したらね、それを連発してその省エネ主義のオレキ宝太郎君をね、動かしてしまうという、そんで彼が省エネのうちに含めたいろんな推理力を発揮するというね、すごくそういう仕立てのドラマというかね、話ストーリーになってますよ。右は我流の里、飛騨高山温泉ってなってますが、ここ泊まりたいなと思いながらね、なかなか泊まる気がないですわ。一応温泉だしね、温泉好きの僕も興味はあるんですけど、どっちかっていうとね、流行ってるところよりね、お客さんが少なくてもね、個人経営でね、田舎に泊まろうクラスのひなびた宿の方が僕好きだもんで、まあしてこんなコロナウイルスが蔓延するような時期じゃねえ、他のお客さんと触れ合って移されてもかなわんで、僕はひなびた宿し趣味はね、今も止めてません。もう一つ大事なことを言うと、やっぱりね、小さい宿泊施設ほどね、経営体力ないですから、お客さんが誰も泊まらなきゃやめちゃいますよ、ダメだこれって。僕は泊まって残そう、ひなびた旅館ってね、それをポリシーに歌ってますんで、まあ30年前にもありましたかね、乗って残そう丸々線ってね、ローカル線を使って一日の長く経営してもらいたいという活動をやってたのと一緒ですよ、本当に。根は一緒。
わけで、そろそろね、旧高山市内に入ります。もう入ってんのかな、あの橋が外国間違いないですわ。まあ左一の目から高山もね、鉄道としては区間長いですけど、この辺に駅一つ作りゃね、もうちょっと市街地がもうちょっとね繁栄するんじゃないですかね。鉄道のお客さんも増えて、まあただディーゼル車だもんでね、止まったり走ったり繰り返すと燃費悪くなる問題もありますかね。と、まあ車掌さんっていうかね、今ワンマンだからいいんですけど、運転手さん大忙しいですよ。いよいよ街中入ってきて、ゴーストップ増えてきたな。まあこれは高山の街の南端になります。まあ、高山もね、本当の市街地になっちゃうとね、古い街並み景観保存でなかなか思うように家が建てれんもんで、まあ、ビルも建てられんかな、高さ制限があって。なもんでこの辺に商業立地が集中しております。あとはまあ国道41号がね、南へそれてバイパス沿いに走りますけども、それもやっぱりね、配慮あってこそですね、その街並み景観地域への配慮ね、です。ただ今日の僕の行き先はその街中を通らないと遠回りになっちゃうんでね、あえて街中これから通ります。また街中になったら再撮りましょうか。なんとか撮れたってわけ で今からこれをパカッと開けて刺した。はい、ほんでとりあえずね、中のついたな、これで多分いけたな。はい、ほんで充電中です。まあ充電終了したらこの充電コネクタをも多分切り離したらだな、充電コネクタを元の位置に戻してくださってなってますわ。一応ここはね NCS の緑、数充電器のチャージ数増対応ですので、大丈夫ですよ。まあ会員カードをご利用の方、ご利用カードのプランによりなります。カード発行元に確認ください。幸い僕の場合ね、三菱電動のプレミアムだからタダで充電できますわ。ただっていうかね、基本料金内で入ってますわ。なんでね、ちょっとね1時間ぐらい暇つぶしてから行こうかな。さて、もうちょい終わるとしますか。よいしょ、今抜きましたよ。抜いたらもうこれ充電コネクタを元の位置に戻してくださいですね。戻しますか、これから。よいしょ、これちゃんと巻かんとダメですね。隣がきっちり巻いたので絶対手抜きはできんわ。これ綺麗に巻かねえとね、さっきみたいに取りにくくなっちゃうんで、これぐらい綺麗に大丈夫でしょう。で刺します。あら、元に戻った。通信中で元に戻りました。もう多分これで準備中なんでいいのかな。隣はいいんだ。多分通信が終わったらこれカードタッチしてくださいになりますわ。多分時間かかりそうなんでこの辺で切っときます。1分ぐらい通信してんだこれ。あ、戻った。これが待機状態ですね。やっぱりね、屋内だから無線通信してたとしたら電波が通らなかったかな、だと思います。以上。じゃあ、ほんで今高山本線がちらっと左に来ましたけど、ほんでね、本格的に街並みになってきます。
やっぱり古くからの小さな商店が多いですね。まあ景観地域はこうでなくちゃって見本ですか。あと市内には市営駐車場もいくつかございます。やっぱり観光地ってね、ようわかる。で、あれ年度始めなのに なんで工事やってんだあ、そうか、予算消化しきっちゃってて、3月にまとめてやれねえから今やってんのかな。か、それともコロナウイルスで景気が落ちて臨時でやるかな。そんなことねえや、もともとそういう事実だった。失礼しました。さて、市街地のローソンはどうなってんでしょう。そういう前に、ちょっとしたねショッピングモールはありましたけど、やっぱりね、飛騨の街並み合わせて普通なら陸屋根で作るところをちゃんと和風にしてありました。で、横が駐車場。でもこういう駐車場にこそね、 EV 普通充電器置いてほしいですよ。7、8台ぐらい、レンチストレア多分、ビーフとかのアウトランダー乗ってる人は使うでしょうね。でもまあ、このウイルス問題でやっぱ観光客の姿は ほとんどとは言わんけど、あんまり見かけないですね。平日で、普段なら平日でも、まあ金曜日なら結構いるはずなんです。今日赤来た。日赤ってことは病院だな。まあ古いから、古い人、まあ僕みたいにね、アラフィフになってるとね、日赤って言ったら日本石油、今でいうエネオスのことかなって思っちゃいますが、なかなか今更そういう人はいません。コンビニ、セブンイレブン、ここは普通通りだな。高山の街並み、高い建物といっても5階までか。そんなに高いはないですよ。おっとっと、車に注意。車結構出てきてんな。駐車料金見忘れた。まあいいや、この辺。この辺小さい駐車場結構ありますけど。名鉄京商。最大料金1000円。夜間最大500。観光地帯やっぱりね、利用者はそんなにおらんのかなあ。これが高山祭りの時期だと満車になっちゃうんですよ。あ、見えた。名鉄京商パーキング20分100円。わあ、やっぱり観光地だって高えわ、これ。20分100円だったら、1時間300円。3時間900円。まあ、2、3時間しか、2、3時間追って、高山の3時間追ってゲロだったら考えれるか。そんなもんで、高山観光はね、車で来るよりは電車とか、電車とかディーゼル車だね。非電化だから。それかまあ高速バス。まあ松本上高地経由で来た方がね、ゆっくり見れると思います。それかまあ高山で一泊しちゃうか。前僕がね、高山へ、車で家族旅行で来た時はね、なんや、グリーンホテルやったかな。まあ、イベントじゃないや。サルボボ制作体験やってる時に、それで駐車場が無料だったので、そのついでに観光したっていう塩梅ですよ。だからもう、車で来るんだったらやっぱりそういう体験学習とかね、なんか駐車場が確実に確保されてるところをね、予約しとくといいでしょう。
ちょっとした通りであるし。ちなみにさっきね、三重の塔がちらっと過ぎてった、あれは高山国分寺ですね。うん、まあ、なんで奈良みたいな塔があるんだって。いや、小京都だからこそね、ああいう、うん、ああいうなんだ、塔があっても不思議じゃないんですよ。あとね、タクシーとか代行ありますけども、いや腐ってもやっぱり高山は観光の街。だからやっぱりね、お酒がまたうまいもんです。酒飲んじゃうとね、代行の運転手頼まなあかんってことで、こういう商売もそうないとなりとっとるようです。それにしても神社多いな、高山。鈴木の高山営業所建て替え中だな、これ。ファミリーマート、コンビニは割とどこでも普通だな、ここ。そしてこの辺になってくると景観って感じはなくなってきて、まあ平成初期から中期の建物になってきました。さて、高山別館本山、高山分院とか、お寺もあるにはあるんですね、やっぱり。やっぱり高山は宗教の街なんかな。さっき真光教じゃねえや、高山が本山の真光教だと思ったけど、合ってんのかな。スーッと思い出せんで大変ですわ、こういう時。もう少しで万人橋か。万人橋で曲がりましょう。飛騨新館。とりあえず高山祭りを、高山祭りで成り立ってる、寝具屋さんを見つけましたよ。このお店がなくなったらもう祭りができねえんじゃねえかっていう、それぐらい立派なものがいくつか飾ってありました。飾ってあるというか置いてあるんだな。これが高山の万人橋。今渡ってる川は宮川になります。この川沿いにね、飛騨の朝市、高山の朝市かな、こんなものありますよ。ある意味高山観光の風物詩っつうか、今日はそこ通りませんけど、で、この道まっすぐ、今日の目的地はまっすぐなんですが、次の信号を右に曲がると松本平湯ってことは、これ上高地へ行く道路なんですね、多分。三福寺町、ちょっとね、この辺から風景、殺風景になりますんでね、そろそろ切ろうかな。ちなみに左に見えた学校なんだっけ、あれはなんだ、あれ学校じゃなかった、失礼。今日の目的地近づいてきました。これ右です。そもそも今日の目的というのは、この右にある高山クリーンセンターというかね、リサイクルセンターとな、正確には。もう最近もう感染症予防で軒並みおもちゃ病院がね、閉館に追い込まれちゃって、唯一一元を追ってるのはこの リサイクルセンター隣の高山おもちゃ病院という現象、困った現象が起きてます。明日やる予定だった萩原のおもちゃ病院は、とりあえず周囲の受付預かりだけ一人担当して、他はみんな休むそうです。まあ僕はその人にね、事前に電話入れて、前日に依頼品預かってもらえば高山を直して持ってくるよって話はつけましたんで、今それから担当するつもりです。今日の予定まだ休んでますになってるけど、
まだ時間早いからしゃあないな、これは。とりあえずここに止めて休みましょう。